かね、茶色スズメバチ元気がないなと思ってたんですよ、バトルの時もね。まあ、原因が分かりましたわ。これですわ、これ。レジネーバネの一種のオスがね、脱皮した、うん、まあ、つまり寄生されてたんですよ、この茶色スズメバチが。うん、まあ、寄生されていった個体だったんですね。うん、それでなんか元気がなかったんですわ。別にネジリバネはね、あの内臓を食い荒らすタイプの寄生虫ではないとはいえね、寄生されていると、うん、ダメなんですわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それではまた。まあ、でもそれにしてもやっぱ顎の割合がでかいですね。顔に対して頭部に対する顎の割合がでかい。